暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるように私が調査し紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみます。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内には定番のワンちゃん猫ちゃんのほか、お魚や爬虫類などおよそ500種類以上の生き物を取り扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんのペット会員を大募集中。この機会にペット会員になってみては。ここからはズースクエア静岡店の小野寺さんにデビューについて教えていただきます。小野寺さん、お願いします、はい、お願いします。デグーってハムスターにちょっと似てますけど、はい、どんな仲間なんですか？そうですね、同じくネズミの仲間ではありますので、はい、まあ、飼い方異なることがありますので、ご説明できたらなとは思います、はい、今ちょっと見て、はい、いろんな色がいるなって思ったんですけど、はい、そうなんですよ。今当店ではですね、まあ、こちらのようにですね、かなり多くのカラーバリエーションの品種を取り揃えておりますので、まあ、きっとお客様も好きな個体をですね、見つけることはできるかと思いますので、うん、すごいいろんな種類があって選べますね。餌ってどういうものを食べるんですか？はい、餌なんですけども、基本的にはまあウサギさんと同じような形で、はい、主にまあこういったあの草ですね、牧草と言われているチモシーとか、はいはい、で補助としては固形の餌を与えたりしますね。ペレットですね、はい、与えるという感じですね、はい。どういうものを用意したらいいですか？はい、今ですね、こちらのようにですね、はい、高さのあるケージまず用意していただきたくて、うん、結構山の方に住んでおりますので、高さのあるケージを用意していただいて、おなじみの水飲みと餌皿、はい、そして特徴的なのがあちらの砂がありまして、砂、はい、こちらの砂浴用の砂があるんですけども、砂浴用専用の砂があるってことですか？はい。へー、でこの子たち綺麗好きなもんですから、はい、その砂に入ってガシャガシャすることによって毛の中の汚れとかを取ったりするんですよ。へえ、綺麗好きなんですね、はい、そうなんですよ。結構ペット飼う方で匂い気になる方いるので、はい、そういう方にはすごくいいですね。そうですね、餌もですね、先ほどもお伝えしましたが主に草食がメインなんですよ、はいはい、なのでかなり匂いも抑えられて、女性の方にも人気があるかと思います。そうですね、飼いやすいです、はい、ペットとしてどういう性格がやっぱ知りたいんですけど、はい、どういった性格なんですか？実はこの子ですね、ネズミの仲間ではあるんですけども、はい、かなりあの触ることもできるんですよ。ちょっと触れるんですか？触ってみましょうか。じゃあ結構人懐っこいんですね。そうなんですよ、まあ、開けたらこうやって寄ってくるんですよね。このような形で興味津々でありまして、あの撫でさせてくれたりするんですよね。かわいいですね、で鳴き声も、ね、いろいろありまして、はい、そのこの子の、ね、気分によってこの子鳴く声違ったりするんですよ、はい、まあ、あの元気が、あの 機嫌がいいときはですね、鳴き声も変わってきますね。抱っこして大丈夫ですか？はい、大丈夫です。よいしょ、かわいい、ふわふわですね、はい、こうやって抱っこできると本当に、はい、余計に可愛くなりますね。そうですね、愛着が湧きますね、うん、はい、可愛い。最後に注意点を教えていただけますか？はいはい、そうですね、あの先ほど道具の説明の中でですね、ヒーターの件をお話ししてなかったんですけども、はい、やはり冬場はヒーターはあのつけていただきたいんですね。ヒーターも、はい、でその時にケージの中にヒーターが入ったりするとですね、やはり噛みついて安全に問題があるかもわからないものですから、はい、あの生態にも悪いんですので、ヒーターを外に出すようにし、ヒーターのコードですね、コードはもうこういったところから外に出してもらったりとか、はい、まあ、パネルヒーターを敷いてもらったりとかですね、まあ、そのケージによってあのヒーター変わってきますので、そこはまあスタッフに相談していただければなと思います。なるほど、はい、じゃあ温度管理も結構しっかりすれば、はい、一緒に長く飼えるってことですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもそこに気をつけて飼ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日のワンポイント、今日のワンポイントですね、こちらデグーの砂浴びボトルをご紹介いたします。こちらの砂浴びボトルですけども、こういった木のですね、重機ついてまして、ケージとここを挟み込むように回していただく、こうすることによってがっちり固定ができて不安定で倒れることもありません。こういったガラス製にもなってます。見やすいので、中もクリアで見やすいので、ぜひご検討ください。本日のワンポイント、デグー砂浴びボトルでした。
皆さん参考になりましたか？今回はデグーについて紹介しました。今ならこんなにたくさん種類があるので、ぜひお店に足を運んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。